What's <laughs> up? き、えー、さんが大好きな32歳にで皇室天には15歳以上の皇族は自分の意思で皇室離脱ができるので女系天皇が両任された場合法律ができる前に、えー、愛子内親王は辞めると考えています、えー、20歳以上9 20歳以上の旧皇族の男系男子が過去を持って皇族復帰をする法律が成立する可能性とにひろゆきさんがまだ男系男子のような紀宮家を皇族にしたくなくて女系天皇を容認して愛子内親王を天皇にご利用する理由の感想してください別に僕がご利用しとかじゃなくてあの僕別にあの天皇 を誰にするかとかいう決定する権限は全くないのでなのであのどうでもいいんですけどまぁ、あ、ただあの天皇制を男系の男子で維持することはもう不可能なんですよ要はそのあのまあ天皇がじゃあ何人の子供をみますかっていうのでその対象区明治大正ぐらいまでってあの側室っていう人がいたんですよ 要はその奥さん以外になのつかそのあのそのお手伝いさんみたいな女性がいてでお手伝いさんと子供作っちゃいましたっていうのも一応明治天皇の子供とか大正天皇の子供みたいになってたんですけどもう今昭和以降って奥さんとしか結婚しちゃいけないということになってるのでなのでその子供が生まれない場合ってもうその時点で終了なんですよ。 で子供が生まれたとしても、まあ、せいぜい一人だよねとか女の子が生まれるよねっていうのもあるのでその男の子が生まれて男の子だけでつないでいこうっていうのがそもそも無理なんですよ。あの、まあのま アホみたいにいっぱい子供を産む男性と女性が、なんか突然現れて、まあ、今もういないんだけど、突然現れて、いきなりなんか20人子供作りましたってなって、親戚バンバン増やしますみたいな、なんかその乙武さんの DNA みたいな、あ、こういう,う,いうネタやるのにやめな。まあ、いいや、まあ、いいや。っていうので、なんかそのまあ、その子,子作り大好き DNA が混じって、それが起こる可能性あるんですけど、残念ながら今の日本のそのなんか昭和とか平成とか令和の天皇は、そこまでその子作り ディエネ強くないということがもうすでに確定してるんですよなのであの男系男子で天皇制を維持するというのはもう無理だよねっていうのは僕証明済みだと思うんですよねなのであの結局じゃあその女系の天皇を認めるかもしくはその用紙を入れてその用紙をまあ男系男子だからいいよねってするかっていうので で、昔の天皇家って多分もうそれやってたんですよね。いや、昔ってあの、本当にその誰の子供かわかんないっていうのもあって、あの、子供が、まあ、昔ってその子供って結構死んだんですよ。あの、病院とかもちゃんとないし。なので、死んだ場合に、あの、同じぐらいの都市格好の子供連れてきて、そのホを育てちゃうって、ざらにあったんですよ。では、その、例えばじゃあ、その、なんかじゃあ、あの、奥さんが10人いるっていうところに天皇ですと。で、じゃあ、奥さん10人いますと。 で男の子が生まれましたってなったら「そのあ俺長男じゃん私皇后じゃん」ったら子供が「死んじゃいました」って言ってこっそりどっかから連れてきた子供をそのまま育ちちゃったらもう分かんないまま皇后になるし自分の息子は天皇になるんですよ。これはザラなんですよ。 なのであのそのなんかそのば万世一系でそのあのなんかその神武天皇から天皇家は血筋がずっとつながってるからあの価値があるんだっておっしゃる人いるんですけどあのそもそも DNA テストって一度もしたことないし、まあ、すると多分途切れてるよねってとが明確になっちゃうので,できないってまあ、そもそも神武天皇遺伝子みたいな。あとまあ遺伝子っていうのがじゃあどれぐらい残るかっていうのでそのじゃあ あのじゃあ神武天皇が仮にいました。で神武天皇とじゃあその奥さん子供ができました。その場合って神武天皇の遺伝子っていうのは50%なんですよ。要はお母さんの遺伝子が販売るじゃないですか。じゃあ次にその50%の遺伝子神武天皇の遺伝子を持ってる人と結婚しました。ではいこれ孫ね。えー、と神武天皇神武天皇の子供、神武天皇の孫。で神武天皇の孫は50%とであのこうそのなんか結婚しましたっていうのでこれが25%になるんですよ。 なので、孫にはもう神武天皇25%しか残ってないんですよ。で、万世一系でいくと、天皇って何なんか30代ぐらいいってんのかなってなると、あの、神武天皇の,の DNA が残ってる部分があるとすると、もう2%とか1%とかそのレベルなんですよね。だそれをもって、あの、なんか何か特殊な能力が身につくのかっていうと、別に身につかないので、 なんで、まあ、そもそも途切れてるよねっていう問題と、仮にじゃあ神武天皇の遺伝子の何かが残ってるんだとしても、別に残らんよねって話なので、なので、なんかそこ、何にこだわってるのかよくわかんないですよね。<laughs> その、なんか、あの、特殊な、その、母系で、じゃあ、ミトコンドリアがすごい特殊ですっていう人がいて、で、このミトコンドリアだけは残さなきゃいけないんだとかっていうのであれば、まあ、確かに生物学的に面白いよね。で、ミトコンドリアだったら、その、母方だったらずっと残ってくから、それありだよね、みたいなので、その、 波系でミトコンドリアが特殊な一族っていうのがあるんだったら、それは生物的に面白いかなと思うんですけど、でも残念ながら、あの特になんか生物学的に何か意味があるとかっていうと、じゃあどういう生物学的に意味があるのかっていうのをちゃんと説明してる人って僕聞いたことないんですよ。例えばその豊臣秀吉の子孫です。指が6本ありますとかで。 その豊臣秀吉の子孫でで毎毎回毎回指が6本ですっていうのであれば、僕はそれは面白いと思うんですよ、生物学的に。まあ、面白いという表現をするのが正しいかどうかなんですけど。なので、そのなんか、生物学的にこういうものがあるから温存した方がいいよねっていうのを、ちゃんと言ってる人って聞いたことないんですよね。